フェルディアと空風林像。1998年、アン・メルデン旧作。二人の決闘が行われた、ラウス県アーディにて、アートイルディアド・イルスドナンムレスキ、フェルディアドゆかりの地フェルディアドは、アルスター物語軍の、クーリーの牛争いに登場する戦士、フェルディア、フェルディアド、フェルディアなどとも、イルスドナンのフィルドを南族の出で,であり、コナハトの王の一人ラワーンの息子、 かつての里子兄弟であるクーフーリンとは、固い友情で結ばれていたが、メイブの関係によって二人は決闘することになり、拷問に槍を刺されて命を落とす。フェルディアドとの戦いは、クーリーの牛争いの中盤の山場であり、牛争いの中で最もよく知られている草話でもある。フィアナ・キタはこの草話は、牛争いの最古の皇帝本には含まれているものの、さらに時代を遡り、 失われた牛争いの原型には含まれていなかったとする。彼によれば、フェルディアドとの戦いは、少なくとも現存する形になったのは、牛争いが書きやめられた後のことであり、その内容には、牛争いのモチーフが大いに借用されている。後に、フェルディアドとの戦いが、モチーフの借用元である、牛争いに取り込まれたことによって、極めて似通ったあらすじを持つ。 フェルディアドとの戦いと、老ーーマ幕エモニシュの最後が共に、牛争いの中で語られることになる。一見奇妙にも思えるが、牛争いを時系列の順に整理された、叙事詩的文学ではなく、種本もしくは資料集として編纂されたものとする、説を援用すれば不自然とも言えない。フェルディアドとクーフーリンは、同時期に、スカウタ派に指示する、兄弟弟子の関係にあった。 フェルディアドは、年下の空風林を、まるで自分の駒使いのように扱っていたが、空風林の側も、特にそれを問題とせず、両者の関係は、極めて良好であった。二人は寝職を共にし、常に連れ立って行動していた。とはいえ、幼い空風林は、戦士として、フェルディアドの後陣を排していたわけではなかった。フェルディアドと空風林は、 ゲルマーン・ガルブクラスとの戦いに参加したが、この戦いで、フェルディアドは敵に剣を奪われるという失態を犯す。彼の苦境に、空風林は100人もの敵兵を殺し、奪われた剣を取り戻した。戦いの後、フェルディアドらは、スカータ派の、給仕係の家で泊まることになったが、フェルディアドは、給仕係に、扉の外へ放り投げられてしまった。この無礼に対し、 クーフーリンはその場で救治係を殺して報いた。後のフェルディアドは、こうしたクーフーリンの恐ろしさを少年時代の曖昧な記憶として半ば忘れ去ってしまい、彼の実力を低く見積もっていた。これが彼らの対決の原因となる。ドンクアルンゲの像二人の修行時代から十年後。アイルランド女王の娘でありコナハトの女王メイブが、夫への虚栄心から勝ち牛。 ドンク・アルンゲを欲して引き起こした、クーリー・の牛争いは、アイルランドをメイブ率いる連合軍とアルスターの二つに割った大戦争となり、コナハトのフェルディアドとアルスターの空風林も敵味方に分かれることとなった。有毛果敢な戦士団を抱え本来なら、連合軍に引けを取ることはないアルスターであったが、折り悪くこの戦争が起きたのは彼らがアバハの呪いを受ける時期であり。 その戦闘能力をことごとく失っていた。アルスターの戦士の中でただ一人この呪いの影響を受けない空風ウーリンは、同胞の呪いが解けるまでの間、略奪を繰り返すアイルランド連合軍に一人きりで対抗する必要があった。彼は罠を仕掛け、投石機で狙撃を行い、野営地に野衆を観光し、連合軍から一日あたり百人もの戦死者を出した。彼が殺したのは、 基本的には殺す価値があると認めた戦士たちであったが、逆に殺す価値があると判断すれば戦闘員でなくとも容赦なく殺した。五者で次女が殺されることもあった。殺戮の手はメイブラが遠征に連れていたペットにも及び、その中でも特にお子女はメイブの肩に乗って彼女に甘えている最中に投石機の狙撃を受けた。この惨状に連合軍は、 空風林との急戦を模索し始めた。急戦の条件をめぐって彼との調整が難航する中、コナハとの確証フェルグスマクロイヒが、毎日連合軍は一人の戦士を出し、空風林と一気打ちを行うとの条件を提言した。フェルグスの条件は、連合軍を足止めしてバハの呪いが解けるのを待っていた。空風林には、都合が良く、彼の意図を見抜いていた。 連合軍も背に腹は変えられず、ひとまずは合意に至った。連合軍は次々に戦士を一気打ちの場に送り出し、時には協定を破って複数人を空風林にけしかけもしたが、そのほとんどが生きて帰ってくることはなかった。決闘で殺された戦士たちの中には、フェルディアドのお自慢、ムレスキの姿もあった。次の空風林の対戦相手には、満場一致で、 フェルディアドが選ばれた。彼の持つタコ状の皮膚には尋常の歯が通ることはなく、その可能性があるとすれば、クーフーリンの持つ槍、デー、ボルグのみであろうが、それすらも跳ね返されるだろうと期待されたのだ。この里子兄弟同士の対決は、双方にとって望むところではなく、フェルディアドは、友との戦いを拒絶し、召喚を無視するが、メイブは、自身の娘フィンダルをあてがい、弱せ。 決闘の約束をさせる。その後、酔いが覚めたことで渋るフェルディアドを銀遊詩人に、臆病者と侮辱させると脅し、最後には、言葉巧みに、空風林が、フェルディアドを阻止っていたと騙して、対決へと誘導した。一方、フェルグスマクロイヒト密会室儀の対戦相手に、フェルディアドが選ばれたことを知った空風林も、旧友を殺さねばならない運命に焦然とした様子を、見せた。 翌日、両友は、川の浅瀬を決闘場所に選ぶと、スカータ派から授かった武術のすべてを尽くして激突した。フェルディアドは優勢に戦いを進めていたが、空風林の御舎、ライグが主人に対して、ヤジを飛ばすと、彼は、怒りで暴行のように膨れ上がりフェルディアドを押すほどの、体格となった。次に、ライグは、川の上流からゲイボルグを流して、彼へと渡した。 クーフーリンは、つま先で槍を捕らえると、これをまず、フェルディアドの肛門へ、次に、胸へと放った。最初の一撃で、フェルディアドの肛門に突き刺さったゲーボルグは、彼の体内で二十四もの棘を開いて、これを引き裂き、二撃目は、彼のあばらを砕き心臓を貫いた。クーフーリンが、これ以前の対戦は皆遊びのようなものであったと、評するほどの激闘は、 こうして幕を下ろした。この戦いの場となった浅瀬は彼の中からアートイルディアと名付けられる。一時、資料二次資料。ありがとうございます。